ではですね、続きまして、世田谷現、世田谷区議です、ですね、セクシャルマイノリティ議員のパイオニアでいらっしゃいます上川綾さんにお話を伺いたいと思います。綾ちゃん、皆さんこんばんは。ありがとう。私はですね、元男性で30代に入ってから女性として暮らすようになりまして、社会制度が何一つ使えないということに怒りを感じて、2003年に元男性だということを公表して世田谷区で選挙を戦って、今世田谷区日本最大の政令指定都市除いて84万人が暮らしている世田谷区の代表の一人であります上川綾です。今日はどうもありがとう。はい、今日はこの2丁目の街頭に立つということで非常に興奮してまして、私実はこの2丁目の角で演説をするのは2度目なんですね。3年前世田谷区の区議会議員選挙を戦いながら、なぜか私は新宿2丁目の中通りと柳通りの交差点のそこの角で演説をしておりました。私たち社会の中ではともすれば家族にさえ本当の気持ちを語らない、友達にも語らない、同僚にも語らない、そんな中で一緒に暮らしてお酒を飲んで遊びに来て、なのに隣にいる私たちの苦悩なんてそんなもの存在しないって思われている社会に暮らしてきた。でもそんな生きにくさ、個人の努力だけでは決して変えられないんですね。私たちは黙っていたらいないことにされる、黙っていたら隣にいても気がつかない。でもこの社会の問題を変えたいって私は思って2003年に選挙を戦いました。この新宿2丁目という街、私も自分が何者なのか社会の偏見を吸い込んでわからない、そういう子供時代を過ごしました。そして20代の後半になってこの足に恐る恐る街に足を踏み入れて自分探しをしたいって思いました。どんな性の在り方もその人その人それぞれの自分らしい生き方の根っこにあることで、それを覆して嘘をついて生きても人は決して幸せになれない。だから私は私だって言いたかった。そしてこの新宿2丁目が私にとっては私は私なの、そのことを素直に初めて言葉にできる街でした。そして自分一人だけじゃないんだ、こんな思いをしているのは私だけじゃないんだって分かるよ、その気持ちって初めて人に言ってもらえて、そして孤立から解放された街でした。今都知事が景観をめぐる論争をしてまして、この新宿2丁目が景観上好ましくないということを言っているという報道がされていますけれども、これほど私にとっては美しい街がないとそう思ってるんです。そうだ、美しい街2丁目、はい、だからこそ皆さんに申し上げたい。しらけていては何も変わらない、黙っていてはいないことにされる、その現実がありますよ。東京の姉妹都市のパリ市長ドラノエさんはゲイであることを公表して、なおかつ市民から支持をされてパリ市長をしています。東京都の、友好都市のドイツの首都ベルリン、ベルリンの市長さんボーベライトさんという方もゲイであること、男性同性愛者であるということを公表して、なおかつ市民から支持されています。私たちが私たちであるために、社会に私たちそのものの力で変化を求めていきましょう。そのために一人一人本当の多様性、姿はなかなか表すことができなくても本当の私はここにいるんだ、そういった一人一人の多様性にしっかりと光を当てていける、そんな眼差しを持っている浅野候補に私は支援をしたいというふうに思っています。私上川綾も世田谷でこれから声を上げてまいりますけれども、ぜひ皆さんの声を紡ぐことで社会を変えていきたいと思ってますので、この2丁目みんなで守っていきましょう。よろしくお願いいたします。ありがとう、ありがとうございました。